大将、うまい、はい、うまいっすわ。ありがとうございます。もう最高の一杯。おおきに。うわうわうまい。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。京都へおいだすー、どうもミスター京都アッキーです。今日はな、はい、ほんで吉祥院までやってきました。今日はね、穴場です。教えたくない穴場のラーメン店、はい、名前がね、ラーメン大文字っていうんですけど、いや昔から大将のこと知ってるんですよ、はい、ほんでね、ちょくちょく食べに来るんですけど、あの最近撮影交渉の方させてもらって、撮影してもいいかって聞いたら、わしがカメラ持って撮らへんかったら撮ってもいいよっておっしゃって、はい、本日撮影に来させていただきました。うまいっすよ、昔からの美味しい中華そば、はい、今日は醤油とか魚介もあるし、いろいろあるんですけど、ちょっと中で考えたいと思います。そしたら早速行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。はい、ということでやってきたぞ、稲市です。ほんで稲市の、ココイチとかあるところの南側の通りをこっち、西に行きます。ほんでその西に行って一進みを右折したら着きます。ここをぐるっと回ったら見えてきます。あ、大将、大将久しぶりです。はい、来た来たよ。大将取らせてくださいよ。いや、どうぞ。よし、こんなおっちゃんのほうが寒かったじゃあ行くぞ。ここのラーメンはうまいよ、ほんまに。ちょくちょくたまに来るんすよ。今日はね、いろんなんがあるんですけど、ちょっとセットとかも頼みたいんやけど、夜なんで、このボリュームやばいんで、これにします。牛すじラーメンのチャーシュー麺、これでいきます。これに花びらチャーシューが来るんです。はい、国産の牛肉をことことと8時間煮込みましたということですよ。はい、楽しみです。ここのラーメンはね、ほんまに美味しいんですよ。もう懐かしい味で、ね、もう醤油もうまいし、塩もうまいし、煮ごともうまいんやけど、今日はね、ちょっと豪快に牛すじの入ったラーメンのチャーシュー麺注文しました。楽しみですね。はい、そしたらいただいていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。来ましたよ、すごいのが来ましたよ。僕初ですけど、初の牛すじラーメン、はい、それにチャーシュートッピング見てくださいよ。もうここの大将の作るラーメンほんまにうまい。もう見ただけでうまさが伝わると思うんやけど、このスープ、これすごいでしょ。もうね、中にたっぷり牛すじが乗ってて、周りにもこのチャーシュー、これがまたねうまいね。これ、いやほんま誰にも教えたくないんやけど、今日は教えます。スープ、これいただきたいと思います。はじめ。いやいい香りしてる、めっちゃうまそうやねこれ。うわうわうまい、がっつり盛りやもん。あ、醤油豚骨ですよ。いや、ほのかにね、甘みがかぶさってきて、おいしいわ。もう豚骨 100% って感じのラーメンですね。うん。そしたらこの豪快に乗せられた牛すじ肉、
これから行こう。これなんとね、8時間コトコト煮込んでますということです。ほら牛すじ、うわうわ、この牛すじはね、もうビールが飲みたくなるわ。これうまい、うん、もう居酒屋の一品として出されてね、むちゃくちゃ美味しい牛すじですよこれ、うん、これはうまい。とろとろ、うん、うまー。これこそね、もうザ・チャーシューですよ、ほんまにうまい。レアチャーシューとかそういうのもうまいけど、これこそね、昔ながらのチャーシュー、それが豪快に盛られてる。じゃあほな麺いくぞ。麺いきます。嬉しいことにね、初めから卵がついてくる。ほらうわ、この麺もこれいいでしょ。これ中太麺でしっかり油を吸収した麺、いただきます。麺バキブじゃない。うまい。筋のスープの出汁と豚骨と醤油を吸い取った麺、最高、うまい。見てください、このチャーシュー、これがね、もうドドンと入ってますよ。これこの油乗った。よっしゃ、この辺でね、ちょっと味変させていただいて、ね、胡椒です。よし、ほんでこのね、醤油だしには唐辛子も合うんで、ちょっと一味もかけさせていただいて。よし、いやうまい、ほんまに。もう大将もいい大将ですよ。若い頃はね、結構は古さかったんですよ、大将。僕知ってるんですよ。うん、うんうん、うまい、うまい。見てこの筋、こんなごついのが入ってんねこれ。うん、これ見たらね、絶対食べたくなるやろ、みんな。教えたくなかった。うん、もうたまらんで、ほんま。もうここの中華そばをいただいたらね、もうここでええなって思う味です。はい。大将ね、ここでね、昔ね、焼肉屋されてたんですよ。だからね、内装はね、焼肉屋さんみたいになってるんですけど、ぜひね、一人でも入ってください。入りやすい店なんで。スープもね、全部いただきましたよ。ほんまにね、もう初めから最後まで美味しくいただける素晴らしいラーメンなんで、皆さんぜひラーメン大文字さんお越しいただきたいと思います。他のメニューもあるんで、また寄せていただきます。ということで、ごちそうさまでした。大将、うまい、うまいっすわ。もう最高の一杯、これからも頑張ってくださいよ。また来ます。命ある限り頑張ります。ありがとうございます。わあ、完食ですよ。むっちゃうまかった。最後でした。ありがとうございました。はい、ということで、ごちそうさまでした。本日は吉祥院の大文字さんでラーメンいただいてきましたけど、やっぱりね、ここのラーメンはうまい。
もうね、前から動画配信したかったけど、俺自身が教えたくなかった、はい、ただそれだけです。最高にうまい一杯、大将の昔からの美味しいラーメン、本来の中華そばの味を楽しめますんで、皆さんぜひお越しください。いや、こんな場所やからね、もりもりでやってますっておっしゃってましたけど、ボリュームもあるし最高のラーメンなんで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。あれっしゃ、まだ来るぞ。はい、他のメニューあるんでね、まだ来ます。ありがとうございました。